はい新しいお家探しのための AI 出土検索と題しまして発表させていただきますよろしくお願いいたします本セッションの発表を担当させていただきます不動産開発部の安藤誠二と申します2019年に Yahoo! に新卒入社をしており Yahoo! 不動産の賃貸領域のフロントエンドとバックエンドの開発を担当しております趣味は映画鑑賞で業務では主に Java やタイプスクリプトを使用しています 本セッションでは Yahoo 不,不動産で新しいおうち探しが体験できる AI アシスト検索といいうものを提供しています今回は深層学習やクラスタリングなどの技術をどのように用いてこの AI アシスト検索を実現しているのかを紹介していきますまず AI アシスト検索とは何か AI アシスト検索で何を実現したいのかについてお話しいたします 従来の不動産サイトでは数百万もの物件からユーザーが例えば市区町村であったり物件の最寄り駅であったりあとは 1LDK や 2LDK といった条件を絞り込んだりといった物件の検索を行う必要がありますまた不動産サイト側からユーザーの検索傾向やユーザーの趣向や意図を適切に組んだレコメンド機能というものがありません そこで AI アシスト検索では AI がアシスタントとなってユーザーの物件探しをお手伝いしてくれる店舗に行かずとも対面接客と同等の物件提案が体験できるようなものを目指しています次に AI アシスト検索の主な機能について説明いたしますここで AI アシスト検索を実際に触りながら ご視聴いただけると分かりやすいかと思いますので是非スマートフォンで Yahoo 不動産スペース AI シスト検索で検索していただいて触ってみていただければと思います AI シスト検索の主な機能としては物件のレコメンドがありますさまざまな軸切り口で物件のレコメンドを行っています価格軸では検索した条件の家賃相場よりお得な物件 また初期費用が安い資金権礼金なしの物件といった物件の価格に紐づいた軸で物件のレコメンドを行っています。続いてパーソナライズ軸です。パーソナライズ軸ではユーザーの検索傾向からおすすめの物件をレコメンドしたりユーザー属性に合った物件をレコメンドしたりとそのユーザーそれぞれに合った物件をレコメンドするといった 軸がございます続いて「口コミ軸」です。口コミ軸ではユーザーが投稿した物件の口コミ情報からユーザーの評価が高い物件や治安安全の評価が高い物件といった各口コミ指標に口コミ指標ごとの物件をレコメンドしています。続いて画像軸です画像像軸軸でですは 物件の外観画像を機械学習によって画像の美しい物件というものを算出して外観がかっこいい物件としてレコメンドしていますその他の軸では例えば一度は住みたい人気のデザイナーズといった閲覧数の多いデザイナーズ物件やその他にもタワーマンションといったテーマに沿った物件のレコメンドを行っています エアシスト検索では現在これら5種類の軸を計27軸提供していますこの他にも今回の物件レコメンド機能以外にもさまざまな機能がエアシスト検索には盛り込まれておりますのでひ非エアシスト検索を使ってみていただいて体験してもらえればと思います本セッションではエアシスト検索の物件レコメンド機能さらにその中の パーソナライズ軸口コミ軸画像軸の3つの軸の軸についてどのような技術や手法を用いて実現しているのかについて説明させていただきますまずは3つの軸のうちの1つ目パーソナライズ軸ですパーソナライズ軸ではユーザーの今までの行動履歴をもとにユーザーを5種類のクラスターに分類し各クラスターに分類された ユーザーが見ている物件をクラスターごとにまとめてリスト化しレコメンドしていますこのようなパーソナライズ軸についてどのような技術手法を用いているのかについて次のスライドで説明いたしますまずユーザーのクラスタリングについてです夫婦動産に訪問したユーザーのコードログを抽出しクラスター分析を行います クラスタリングには非階層クラスタリングを行うためのアルゴリズムである k m i n を用いています。たクラスタリングを行う上で使うデータとしてユーザーがアクセスした物件や CV 問い合わせをした物件などの物件情報そしてユーザーの年齢や性別検索条件といったユーザーの情報これらの蘇生データを組み合わせていろいろなパターンで組み合わせてクラスタリングを行いました。 最終的に出たクラスタリング結果がこちらになります。5つのクラスターに分類することができ1つ目は戸建てアパート部屋数が多いや広い物件を好むユーザーそしてアパート休め狭い木造物件などを好むユーザー3つ目にマンションで休め狭め早く入居したいといった条件を好んでいるユーザー。これらの5つのつクラスターを それぞれぞのの特徴に合わせて今回は5つのユーザーザクラスターとししして定義しましたクラスター0は部屋が多く広い物件に住みたいファミリー層クラスター1は1人暮らしで家賃低めの物件にお得に住みたいユーザー層クラスター2は家賃安めのマンションに早めに入居したいユーザークラスター3はお金と日程に余裕があるユーザー クラスター4が広めのアパートに住みたいファミリー層になります。これによりユーザーをクラスター分類することができましたので次に各クラスターにレコメンドする物件リストを生成します。各クラスターについてどの指標がどれだけ重要なのかという分析を行います。分析によって得られた指標に対する重みを これらの PV 数に関する指標や CV 数に関する指標滞在時間に関する指標などなどと掛け合わせてスコアの算出を行いました各クラスターのユーザーが見ている物件をスコア化し最終的にスコアが高い順でレコメンドを行っています以上が物件レコメンド機能におけるパーソナライズ軸の物件レコメンドの実現方法になります 続いて3つの軸のうちの2つ目、口コミ軸になります。口コミ軸では、物件のユーザーが投稿した物件の口コミ情報と、それぞれのスコア、点数を独自の計算式でスコア化しています。算出したスコアを用いて、スコアが高い順で以下のような軸で物件のレコメンドを行っています。ユーザーの評価が高い物件や、 建物お部屋の満足度が高い物件立地環境の評価が高い物件デザイン外観の評価が高い物件などなどですここで Yahoo 不動産における物件の口コミがどういうものなのかというところを説明します。Yahoo 不動産ではユーザーが物件の口コミを投稿できるようなサービスを提供しています。物件の口コミには9種類の観点がありお部屋の満足度や周辺環境 交通その他にもお部屋自体の満足度や管理お手入れの満足度などいろいろな観点がございますそれぞれの観点について口コミ点数0から5の点数をつけることができさらにコメントを投稿すすることができます今回「物件レコメンド」の「口コミ軸」ではこの口コミ情報をスコアリングしていきます こちらが口ココミののスコアリングの計算式になります今回は先ほどの口コミ情報以外にも物件の CTR クリック率を利用しています計算式としましては口コミ点数の平均点そして先ほどのクリック率そして点数が3以上口コミ点数が3以上のコメントの総数これらを足し合わせてあげることでスコアの算出を行っています こちらが先ほどの計算式によるスコアの算出結果になります。下の図の左側の方の物件ですが平均点が5.0口コミが1の1件のみの物件に関してはスコアが5.123となりました。対して口コミの平均点が4.67口コミ数が30件と多くのユーザーに高い評価を得ている 物件に関してはスコアが4.842と口コミが1件のみの物件よりもスコアが低くなってしまうといった結果になりましたこれらのことから口コミ点数の平均値を扱っているため口コミの数が考慮できておらず口コミ1件で口コミ点数5の物件のようなあまりユーザーからは信頼できないような物件が上位に来てしまうといった問題がございます そこで計算式の改善を行いました口コミ件数が多く平均レビュー点数が高い物件を上位に表示させるために二項分布の信頼区間を使った方法で解決します二項分布の信頼区間は口コミ件数つまりサンプル数が多いほど狭くなっていく性質がございます下の図の平均点5.0 口コミ数が1とサンプル数が少ない場合、信頼区間が広くなるため、この信頼区間の下限値が平均点数5.0よりも大きく小さくなること大きく下回ることがわかります。また対して平均点4.6で口コミ数が30と多くなってくると信頼区間が狭くなるため、先ほどの口コミ 平均点数5と口コミ1のものよりも下限値が大きくなることがわかりますこのように口コミの平均点ではなくて信頼区間の下限値の性質を利用してあげることでスコアの算出を行っていますこちらが改善後の式によるスコア算出結果になりますレビュー件数の少ない物件のスコアは 単純な平均点数よりもも小さく見積もられます例えば口コミ数が1口コミ平均点が5の場合は算出結果が3.39口コミ数が10口コミ平均点が4の場合は算出結果が3.50とスコアが高くなることが分かりますまた口コミ数が多くなるほど平均点数に近づいていきます下の表は え口コミ平均点が全て4のものなんですけれどもこちらの口コミ数が10100%増えていくにつれて徐々にスコアの方も平均点に近づいていることがわかると思いますこちらの式を用いて最終的に、えー、物件レコメンドの口コミ軸ではスコアが高い物件をレコメンドしています続いて3つの軸のうちの最後の軸 画像軸について説明いたしますまず前提の知識としてヤフー不動産の物件画像は不動産会社から入行される物件の外観画像に関しては外観画像ではなく間取り図の画像が入行ミスなどによって含まれている場合がございます。そこで画像軸のレコメンドではまず機械学習を使って 画像の画像をカテゴリー分類して間取り図を除外して外観画像のみを抽出していますその後外観画像をさらに機械学習によって解析し画像の美しさをスコアリングしていますこのスコアを用いてスコアが高い順に物件を並べて外観がかっこいい物件として物件のレコメンドを行っています 次にどのような技術手法を用いて実現しているのかについて説明いたします画像のカテゴリー分類については深層学習を用いていますエ c シエントネット B2 と呼ばれる画像認識において処理時間を抑えつつ高精度な性能を持っているモデルをベースに不動産用のモデルを作成しています今回はヤフー不動産の間取りや洗面外観といった すでに,にラベル付けがされている画像を用いて転移学習を行っています最終的には81カテゴリーに画像を分類できるような動作専用のモデルを作成していますこちらが先ほど作成したモデルによる画像のカテゴリー分類結果になります学習データは170万枚テストデータを19万枚使用し テストを行いました81カテゴリーの分類では正解率が74%間取り図の分類では正解率が99%と良い結果が得られましたまた不正解例についてですが混同しやすいカテゴリーであるリビングリビングダイニングや今リビングなどのかなり似たようなラベルがあったためそこで不正解になる傾向が見られましたこれにより 窓り図の除外が可能になったため外観画像のスコアリングの方に移ります外観画像のスコア化には深層学習を用いています今回深層学習において Google の Niema をベースにしたモデルを作成しています Niema とは画像が技術的に神秘的に美しいかを採点する CNN ベースの画像評価モデルになります 今回はこちらのモデルをより軽くするために上流を行い軽いモデルで学習を行っています学習には不動産のデータではなく公開データであるオープンイメージスを利用していますこちらが今回作成したモデルによる外観画像のスコアの算出結果になります下の画像からも分かるように基本的には 外観画像がきれいな物件というものが高スコアになる傾向が見られましたが間取り図のスコアが高いといった問題や画像自体は比較的きれいなんですけれども外観画画像像がががれいいかととと言われるる少しし違和感のある画像が出てままうといった課題がございますこれらの課題については今回不動産用のデータではなく公開データを使って学習をしたんですが。 不動産用のデータを実際に使って学習して精度を上げていくといったことでこの課題を解決しようと考えています最終的にはこのモデルによるスコア化によって外観画像のスコアが高い物件を画像軸においてレコメンドしています以上がエアシスト検索におけるエアシスト検索の物件レコメンド機能におけるパーソナライズ軸口コミ軸 画像軸のそれぞれの実現方法について説明させていただきましたまとめとさせていただきますヤフー不動産では対面接客と同等の物件提案の体験を目指したエアアシスト検索を提供していますエアアシスト検索では以下のような機能を実現していますユーザーの行動履歴を用いてユーザークラスタリングを行い ユーザーに適した物件のレコメンドを行っています。物件の口コミ情報を用いたスコアリングによる口コミ評価の高い物件のレコメンドを行っています。そして最後に、外観画像の画像解析によってスコアリングを行い、外観がかっこいい物件のレコメンドを行っています。今後の展望といたしましては、より対面接客と同等の物件提案の体験ができるように、 学習モデルの精度向上を行いより高精度なレコメンドを行おうと考えています。今回ユーザーのクラスタリングに関してはヤフー不動産におけるユーザーの行動履歴のみをデータとして使っていましたがヤフー不動産以外のサービスにおける行動履歴も一緒に使ってユーザークラスタリングをしてあげることでより柔軟なより高精度な レコメンドが行えると思いますまた地図 UI や対話型学習条件緩和や拡張などの機能を用いることでよりインテリジェンスな機能を提供したいと考えています以上で本セッションの発表を終了いたしますご清聴いただきありがとうございました